えー、YouTube ご覧の皆さん、どうもこんにちは日本一結婚できない鉄太田、岡田博ですえー、今ですねえー、時刻がもう2時半頃かなぁとは思うんですけど俺今どこにいるのかっていうと今、品の川田駅にいるんですよで、ここに来たのはですねあのー 湯煙を撮影の目的でついでに寄ったんですけど、駅の音はとりあえず無事だったので良かったです。その情報もいただきましたんで、まあこの後ね、雨が降ってるんで、湯煙の撮影できたら行きたいですけど、もしかしたらこの後土砂降りになっちゃって、湯煙の撮影もしかしたら中止になって延期になるかもしれないんですけど、そちらはちょっと、どうなるかまだわからないんですけど、 とりあえず、品の川大駅に訪問しましたので、これから早速駅ノートの中身見ていきたいと思います。まずはですね、駅ノートの、えー、ナンバーワンのノートから見ていきたいと思います。何人か来てんのかなどうなんだろう。あ、訪問している方はやっぱりいるんですね。 じゃあ、ちょっと読み上げたいと思います。えーと、岡田ひ、えっと、岡田広様。加藤線をこよなく愛してくれた地元の者のですが、嬉しく思います。ありがとうございます。廃線,線は非常に残念なことでした。地元民の、地元の方ですかね。あー地元の方なんですね。あ、白川田駅、来駅、駅の時にありがとうございます。 ああ、写真まで貼り付けてくれたんですね。ああ、セイコーマートか。いいですね。セイコーマートのマニア、コンビニマニアの方ですかね。これは、あ、ゆうたろうさんですね。あ、ユーチューバーの方ですかね。ゆうたろうさんが送っては貼り付けて、が来駅してくれたんですね。写真貼り付けてくれるとはいいですね。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとゆうたろうさんのコメント読み上げます。2019年4月17日、YouTube 見てきましてこれからも楽しい動画楽しみにしています。ゆうたろう。 って書いてありますねえー岸田の川田駅来駅駅の時にありがとうございますいや嬉しいですね来てくれちゃでそしてこちらナンバーワンもこれちょっと一応尺の都合もあれなんでちょっと駅ノートの音のえー、確認に来たってことをこちらにちょっと記入しておきましたんでちょっとこちら省略しますので これ見たい方はちょっと一停止して拡大してみていただければなと思います。とりあえず、これちょっと写しときます。はい、じゃあちょっと次ナンバー2に行ってみたいと思います。はい、ナンバー2こちらですね。じゃあこちらのノートもちょっと見ていきます。 これ、渡して書いてくれた人いるかなこっちも何人かいると思うんだけどな。どうなんだろう。んーと。あ、訪れた方いるんですね。ちょっと読み上げたいと思います。えー、っと、こんにちは。私は初めて品川大駅に訪れました。とても素敵ですね。えー、っと、桜が咲いたらまた来ます。 2019年4月1日、2019年、えー、っと、4月7日、島田愛さんですかね、島田愛さんという方がいらしたんですね。いやー、白川田駅、来駅、駅の時にありがとうございます。おはようございます。私は学校を休むとよくこの駅に来ます。この古びた感じが好きです。4月、2019年4月、 11日、渡辺っていう方なんですかね。えー、駅の、あ、濃川田駅、来駅、駅の時に、ありがとうございます。これ、誰が書いたんでしょうかね。ちょっとわかりませんけど、えっ、ー、と、いつまで経っても、これ、なんて読むんだ古い、ですね。古いですね、えー、と古いでいい、ね、かな。ちょっと、ごめんない。ちょっと、まあいいや、とりあえず、いつまで経っても、古いですね。2019年四月、4月11日。 A って何、ね、なんでしょうわかりませんけど。次のページちょっと行ってみましょう。ああ、雄太郎さんがまた貼り付けてくれたんですね。いや、嬉しいですね。岡田弘さん、昨日とは健在でしたよ。北明石に私の写真貼り付けておきます、雄太と。ああ、ありがとうございます。写真も貼り付けてくれるとは嬉しいですね。 いや、ゆうたろうさん、駅ノート、いや、ゆうたろうさん、あの、品の川田駅来駅、そして写真貼り付けありがとうございます。いや、嬉しいですね。そして次がこちらかな。長野の高校生よりですね。えっ、ー、と、4月、2019年4月20日土曜日、こんにちは。1ヶ月ぶりに品川田駅に訪れたら、このような駅ノートが設置されていてびっくりしました。この駅は、よく子供の頃訪れた、 思い入れの、思、んなんて言うんだえー、っと、思い入れの、どうんだこれ怖いお。あ、思い入れの深い場所か。えっと、思い入れの深い場所です。えっと、八代線廃止後もたびたび来ていましたが、先月、先月の、先月の解体で跡形もなくなってしまいました。ですが、2000系、 永編成のシートが駅舎内に置かれており、名残として残してくれたことに感謝に感謝で感激です。駅舎は90年以上を経過した古い建物ですが、令和になっても壊されずに元気に、元気で残すことを祈りたいです。訪問日は桜が満開になっていました。列車が来なくなっても桜の木は健在で良かったです。長野の高校生よりと。あー。 そうですよね。あの、品の川田駅のこちらの駅舎なんですけど、そうですよね。この駅舎もなんとかね、いつまでも残してほしいですよね。まあ将来的にはね、これ、品の川田駅は将来、あのー、鉄道公園として整備する計画があるらしいんですけど、やっぱり町の財政内んで、ちょっと計画はとんざ状態にあるんですよね。 なんで実現するのは見果てぬ夢でしょうかねいやー長野の高校生いや長野の高校生ですかいやー来駅ありがとうございますそしてコメントもありがとうございますそしてですねこちらにですねそしてこちらのナンバー2のノートにもあのー、深夜の時間帯にあのえ 駅確認に来たことをですねこれノートに書いておきましたんでちょっとこちらうこちらちょっと先に書いちゃったんですけどとりあえず写しておきたいと思いますちょっと省略しますんでじゃあちょっと次のページいってみますかね次のページもちょっとこれ書いといたんですけどもはいこちらもですね チャンネル登録よろしくなんですけども、ついにですね、現地調査 YouTuber のチャンネル登録者数がついにですね、1万8000人に行きまして、残りのチャンネル登録者数は、チャンネル登録2万人まであと200人ですね。えー、こちらもですね、ぜひ良ければですね、チャンネル登録していただければなと思います。ちょっとこちらも映しときますんで、こちらもちょっとお先に移しちゃったんですけど、あのー、 まあじっくり見たい方は後で一時停止して拡大してみていただければなと思いますちょっと尺の都合で申し訳ないんですけどもちょっとよく写しとくかここもちょっとよく写しとこう念のためね じゃあこちらもちょっと一応写しとくか。一応は大丈夫かな。 よし。はい。それではですね、異常をもちましてですね、白の川大気の、えー、駅の音の確認ですね、これでですね、終わりにしたいと思います。えー、撮影日は、これ、4月の27なんですけど、とりあえず令和元年に一応、配信する予定でいますので、 えー、皆さん、それまでどうぞ楽しみに待っててください。そしてですね、もうれ、もう平成も終わりまで、あと3日なんで、お早めに来てください。そして令和になっても、あの、駅ノートよろしくです。ちょっと書くの忘れちゃったんですけど、ちょっと皆さんにお伝えだけしておきたいと思います。えー、平成が終わってもですね、えー、令和になっても、えー、品川田駅と綿内駅と町野駅の来駅、よろしくです。 そして、このうち、わ、わたうちと品の川田に設置した、俺特製の駅ノート。こちらもですね、記入の方も、よろしくお願い申し上げます。それでは以上もちまして、えー、駅ノートの動画、駅ノートの確認の動画をこれで終わりにしたいと思います。えー、皆さん、えー、令和になっても、えー、令和になってもですね、 社、えー、線配線探索お早めによろしくです。それでは終わりにしたいと思います。これからもえチャンネル登録よろしくです。それでは